はい、皆さんこんにちは、こんばんぬリオララです。今日の動画はグッズの紹介をしていきたいと思います。うちわとかファイルとか卒系のグッズの紹介はもうしたので、他にまあ、ジャンプのグッズの紹介をしていきます。パンフレットとカレンダーとかの紹介もしていきたいと思います。一つ言っておきたいことがあるんですけど、私もまあそんな長年ファンやってるわけでもないし、お金もないので全部揃ってなくて、むしろ全然揃ってないくらいなんですよ、グッズは。だからまあそれ全然揃ってないことを分かった上で見てください。じゃあどうぞ。紹介していきます。ここに全部グッズ、全部じゃないけど一部のグッズ入れてるので、ここの、紹介していきます。はい、こんな感じで1段目がこんな感じで、まあ、これはゆうとくんに書いた手紙なので、まあまあまあこれはちょっと飛ばして、これが2008-2009 冬コンの時のノートです。でこれファストコンのマグネット、 S7 のマグネットがついてた台紙 でこれがロングストラップ、ハートのロングストラップ でこれがユージックのマグネット、マグネットじゃない、ユージックの、マスコットなんですけど、これが、5個買って、2つは使ったり飾ったりしてて、これ保存用が3つですね。とこれが、天国コンのユートくんのシールが2つで、これがキュープーのタンブラーの箱なんですけど、1つ使って1つ飾ってます。でスマートの、DVD についてきた多分スマホケースみたいなやつですね。で、これが多分ジャニショーで買ったやつかな、なんかあれです、はい。でこれがガマ口の財布のやつです。でこれが矢印コンのドーム限定のキーホルダーで、これがこれは、ジャンプじゃなくてピンクとユートくんが主演の映画のピンクとグレーの缶バッジですね。でもう一つは飾ってつけてますパックに。でこれが、ジャニーズワールド感謝祭の時の、パスケースで、これが、ジャニショー の限定、昔のなんか限定のなんか、ノートで、これがピンクとグレーの、ポーチ ですね。僕ご派のグッズはパンフレットしか買ってなくて、その時お金なさすぎて、もう一回僕ご派のグッズを集め直そうと思ってます。でこれがピンクとグレーのチケットファイルで、これが空箱ですね。これスプリングツアーの2008の時の空箱です。でこれも空箱なんですけど、今年のインプットアウトプットのフォトフレーム入ったやつです。でこれがユージックのキーホルダーです。これもここ買ったんですけど、2つは使ってたり飾ってたりって感じなんで、はい、これも保存用が3つあります、今のところ。ジャンピングカーニバル のマスキングテープですね。でこれがこれもカーニバルコーンの、ポーチです。これは1つは使ってますでこれがフーコントレカが入ったやつで、週5全員分一応保存してたんですけど、他の仲いい子にあげようと思って全部抜きました。なかなか今からです。でこれもほんま全社限定のこのあれリングのやつと、これも IC カードケースと、これもなんかメモ帳で、これが付箋で、これも付箋です。でもこれゆうとくんいないので普通になんかあげたりしてます。でこの中には天国コンのタンブラーが入ってます。これが、冬コンのイヤーカフですね。でこれがなんかマグネットです。なんかこれも気づけばあった。で これ世界コン、これ世界コンの時のシュシュ、これたまにつけていきますね。これが感謝コンのシュシュです。でここがテンジャンプの筆箱ペンケースがあります。これが空で、この中には一応こんな感じで消しゴムとボールペン、シャーペンかな確かが入ってます。んでこれが天国コンのストラップ、でこれもカーニバルコンのつけるやつ、腕にこれもう一個は使ってましたね、今は使ってないけど。でこれテンジャンプのストラップで、これピンクとグレーのストラップですね。これもでこれもディアのストラップです。
て、これが水入れやったらもっと買ってたなって感じです。これ前紹介したんですけど、あの場所変えただけで、ボクコ派の、お箸ですね。これももうちょっと欲しいですね、正直使う用途がないので。でこれがピンクとグレーのキーホルダーです。でこれが、スプリングツアーの2008のこれもキーホルダーですね。これたまにコンサートの時使ってました。で、これが、冬コン28-29冬コンのセブンの鉛筆と消しゴムのセットで、これが感謝祭の時のボールペンで、これが、サマリー2011 の、 あのペンですね、蛍光ペンかな。でこれが、ブルボンとジャガチョコかな、入ってるかな、ジャガチョコで の、 あの応募用紙があります。ブルボンの方が多いんですよ。でこっちにはちょっとエマストラップが2つありました。もう2つか3つ何個かはなんか飾ってるかなんかです。これが、有機コン と、感謝コンの、ハートリングメモなんですけど、集合とかセブンベストとか入れてたりします。じゃあちょっと2段目いきます。2段目なんですけど、まあ、見ての通りセブングッズがほとんどですね。ビッグヘアグも私あのロト買いして全部持ってて、でもなんか近所の子とかなんかあげたりしてるんですよ、なんか普通に持ってない子とかに。だからちょっとずつは減ってるんですけど、一応ビッグヘアゴムが 1,2,3,4,5 個と、あ、じゃあ6個や、6個で、これ開封済みなんですけど、ここちょっとちぎれちゃったやつがあります。で、これがミニファイルみたいな、これもっと欲しかった、2つしかなくてもっと欲しかった。めっちゃ自分的になんか全員超いい感じで可愛くないですか、めっちゃ特に言うとくめっちゃ可愛い。そう、これお気に入りです。だからもう開けれないし使えないみたいな感じなんです。でこれがあのボディーシールですね。ボディーシールの未開封が2つと、これ開封済みのやつですね。これがで、ちょっと待って、これがこれ、これもノートです。もう私もうこのデザインっていうか、なんかこう色担当カラーに色分けされてる感じもめっちゃ好きで、もうまあこれもまあ 使われへんよな、こんなほんまに。もうめっちゃこれも一時期飾ってました。今も飾りたいぐらい、飾れる場所ないねんな。でこれがもう全部空箱っていうか、もう開いたやつですね、これは。でこれもで、でこの下にはあのあれ何やったっけ、ほら飾るやつもあります。でもうこっちの空のやつはお兄ちゃんの部屋に飾ってます意味わかれへんな。でこれがあのこっちにはこれも、未開封のシール保存用にしてるんですけどがあって、これそっからこれとかもうここ全部あのゆうとくんの、ダブってる、なんていうん、何やったっけ、クリアファイルを入れてます。じゃ次3段目いきます。3段目がこんな感じです。これもまあもうこれは全部セブングッズですね。まずデコレーションバッジが4つあります。でこれがコンパクトミラーケース、これ1個しかないからほんまに開けられへん。でも中なんか1回開けてんけど、めちゃくちゃ可愛かった、ほんまに使えるわけないやろみたいな。しかもめっちゃ貴重ななんか包装されてるし。ほんで、どうしよう、どっち行こう。こっちがコームですね。このコーム B もあれば A もあればって感じやな。これも上げたり使ったりとかしてるからちょっと減ったかな。でこれが何やろ、あのそやな、ボールペンですね。なんかあのでっかいやつ、これがなんか結構ありますバーって。この次がこのミニタオル、ハンカチがバーってこんな感じであって、ここまでで、これが靴下がここまでで、これがポシェットですね。これゆうとくんも持ってるらしいね。もうやばい、自分で当ててって。これが、あとここに1つやけど、あのこっちに2つあったりみたいな感じですね。んで多分これ3つしかなかったと思う、ロト買いしても。でこれがあのプッシュピン、これもう1個ほんまに欲しい。でこれもなんかあれやん、弁当に入れるやつ、弁当に刺すやつでこれもこれここら辺全部1個ずつしかない。この前目のやつもめっちゃ可愛いけど開けてない、1個しかないから。これはもう1つあるから開けてるけど、そうほんまに少ないねんな、ここら辺で。ここがこれがトランプの未開封やな。これも開けたいんですけど、なんかちょっとまだ開けづらいって感じで。ここにはあのマイメロちゃんがいます。これそうこれもなんかなかなか開けづらいっていうな。さらにまたこっちにゆうとくんのハンガーがあります。まだなんか多分入ってくる予定は何個かあるんですけど、一応この中には 1,2,3
7個あります。これ全部ゆうとくんです。はい、でこっちにもハンガーが 4つとこっちにもあって、でちょっと待ってな、こっちにもあります。はい、じゃあ次やな、次行きます。タオル系はこっちに置いてるんですよ。でもタオルはタオルでまた紹介しようと思ってるので、今日は見せずに、見せてるな、見せずに行きますはい、ほんで次はカレンダーとパンフレットとかが入ってるとこ、カゴの紹介していきます。ちなみにほんまにカレンダーとパンフレットは量が少ないんで、それでもまあ多めに見てください。じゃあ早速やっていきます。まずこれがカーニバル校のパンフレットで、これがよいしょ矢印校のパンフレットですね。これ袋捨てちゃったのかな。んでこれが2008からじゃあ2009やな、2009から10の、カレンダーです。これも一時期飾ってた。で、これが僕ご派とピンクとグレーのパンフレットです。めっちゃこれももう最高最高の映画って感じで、これが2008から2009のカレンダー。これめっちゃゆうとくんやばくない、ほんまにかわいい。で次がこれが一応2011から2012のカレンダーですね。これ削除カレンダーついてたしめっちゃ良かったなこれ。んで次が見てめっちゃ懐かしくない、ハム太郎、ハムスター、ハム太郎。でこれが2012から2013の時のカレンダーです。これも良かったな。でちょっとカレンダーとパンフレットめっちゃ順番なんかごっちゃでごめんなさい。はい、よいしょ、ディアーのパンフレットですね。めっちゃオシャンティーよなこれ。で次がよいしょっと、これがスマートのパンフレットです。で次ちょっとなんか意味わからん出てきた、これなんやろ、そうそうそう、なんかなんやろ、運動会のやつかなんかじゃないかったかな、もうなんかあります、そう運動会のやつやつか。で次がよいしょ、これが、写真集です。写真集やんのこれ、そうそう写真集です。これなんか DVD とかついてた、1回しか見てないけど。んでこれがインプットアウトプット今年のですねのやつ、パンフレットで、これが2010から2011の、カレンダーですね。はい、これなんかクリアファイルとかついててめっちゃ良かった。んで次がこれまたパンフレットになります。これが、サマリー2010のパンフレットです。で、次がこれサマリー2008のパンフレットです。もうこれなんかゆうとくんばり若い、クソ若い。で、次これがジャニーズワールド感謝祭、ちゃうわ、ナッツジャニーズフィルムフェスタ見に行ったわ、これのなんかパンフレットです。なんか本人来るやつじゃないやつな、なんかみんなで画面見たやつやっけ、私本やった、もうなんか懐かしい。でこれが、天国コーン、天国コーンはめっちゃデザイン可愛くて好きです。でこれがめっちゃ最近のやつよな、2014から2015のパンフレットです。これもずっと飾ってましたね、また飾ろうかな。ほんで次これがこれじゃあサマリー2011のパンフレットですね。うわ、パッて開いたとこにゆうとくんがおった、やばくない、めっちゃかっこいい、これやばい、でこれちょっとうちわになっちゃうんですけど、フィルムフェスタのうちわですね、これも。であとはこれが UMP のウェブ限定のなんか CD です。あとはこれ天国コンの、集合のシールですね。あ、すいません、あとこのあれこれもありました、レターセットです。ディアのレターセットが3個あって、多分1個が保存用で2つが交換用ですね。でこれが交換してもらったゆうとくんの分です。これめっちゃ集めてます、全然なくて。あとはこれピンクとグレーのフライヤーと僕ご派のフライヤーです。これは私あんまり、皆さんがありがたいことにめちゃめちゃくれるんですよ。でこんな感じで結構集まりました。はいはい、こんな感じで、グッズ紹介を終わりたいと思います。全然ね揃ってなかったりしたんですけど、そこはご了承くださいじゃあまたリクエストとかくれたら答えていこうと思ってるので、皆さんどんどんコメントでリクエストとかください。じゃあ今日は終わります。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してない方はぜひお願いします。じゃあ、この辺でさよなら。バイバーイ。